お、ランク10。よし、これでガチマッチが解放かな。てかマジ縄張りのこのチャージャー勝てないってことで、まあガチマッチの C マイナスからのガチホコか、 C マイナスからのガチマッチやろうと思います。意外とこの微妙なタイミングでやってもなんかランク10台多いっすね。まあほとんどランク10台だった。この土日に入手できたぜかな。サブアカの人もいたりして、うん、うまくね、気のせい。せっかくだからチャージキープをやっていきたいところ。一人しか残ってない。おっと、ここ飛んでくんのはないぞ。やば、いやさすがにいきなり負けたくない。でも矛はね一番大丈夫なんだよ。いやなるべく連勝したいけど、ここ持ちの人もどういう動きをするかわからないので、やば、まあまあまあ、あーやば、こまめに倒していくしかないよね。あ、多分ここは割と持つので積極的に倒しに行かないと届かない。んー、やば、まあ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  C タイといったところか。意外とでも進まねえんだよな。使うか。ああ、外したし、まあいって、ああ、いかねえ、まあいかねえ。ああ、こんなとこで死にたくない、こんなとこで死にたくない。あ、いいよ、ここ見れてないよ。んー、まあまあこんな状況にまずならないけど、エスプラ隊進んでるからいいでしょう。あれ、敵が持ってんのか。今んとこちゃんとゼロデスやってるよ。あ、待って、でもやらかしかねないな。あー怖、あー怖、やば、やばいかもこれ。あーよかったよかった意外と怖いな。ちょっと待って、いやー、ちゃんと取っとこう、取っとこう、プレッシャー取っとこう。負けない、負けない試合が大切だから。いやでもここまでノックアウトできないとは思わなかった。怖い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 、危ない危ない。いやー、なんかギリギリなんだけど、これはどういうこと。大丈夫大丈夫、敵が、どこ。いやなんか危ない危ない試合をしてるよ。やば、ちょっと待って、あ、やばい、やばいやばい、リードされた、1リードされた、1人残ってるし。嘘でしょ、やばい初戦負けそう、マジかよ。あー、もうホコ持っちゃうし。いやー、ここはホコで無双するしか。
いやーちょっと待って、この時間やばい、マジやめてほしい。めっちゃいるな。ちょっと待って、この時間は、この時間は、うわあ！所詮敗北した。マジかよ。これがチャージャーですね。ひC マイナスで巻き続けたらこれどうなんの？マジか、ガチ歩行って一番自分得意なはずなんだけどな。意外と歩行持ちでもいけんのかなこれ。持ってみよう。うわ、なんか歩行持ちでよかったなこれ。マジか、歩行持てばよかったかも。歩行強いか今作。ちょっと自分がノックアウトしに行くべきな気がしてきた。お、B。いっぱいしたのが痛いな。最初どうしたマジで。いや3人はきついわさすがに。A マイナス？マジで？なんかメイン赤で B から A に飛び級した気がするんだけど、なんで A マイナスなんだろう。人数が増えたってことかな。はあ、チャーさん、しかもリッター2。あー初負けだ。きついわ。チャージャー3人でリッター2人は事故でしょう。まだ起こるんだなこういうの。まあでも相手もチャージャー2人、ここで普通に初めて負けたかな多分。味方回線落ちと、あと謎の初戦負け。いやもう苦しくなってきた。ノックアウトできない。次最後だな時間的に。やっぱね、超前取りマンが上手くないと圧勝はできない気がする。一応ほぼここまで負けなしで、自己編成と味方回線落ちと、あと謎の初戦敗北。あれぐらいやらかしたの。もうね、持っちゃってね、普通に、あ、これもう一戦いけるかも。いや、まあまあまあ、まだわかんない。いけいけいけ。あ、これもう一戦いける。か？いや、時間ギリギリ。今ね、59分20秒ぐらい。意外とノックアウトとかあるからパパパパって上がって、たくさん1回の範囲内にできてる。ゼロキルだし、あ、もう一戦いけるなこれ、いくか。初戦何だったのマジで。初戦謎の敗北してしまった。
あ、やばい、時間やばい。できなかった。ってことで、ここまででした。微妙なとこで。初戦何だったの？ちょっと初戦動画見直そう。お、リューマッチ。いやー、ヤグラ、お、ビーバースパーク。これまだやってないんだけど。あ、すげえ、一箇所なんだ、これ。え、じゃあこれ、右側なんだっけ？ヤグラだっけ？ガチヤグラだけだったら、このすごい微妙な腕前の位置になるのかな。見たことなかった。じゃあこのまま C マイナスからのガチヤグラも次やろうかなと思います。あ、でもビーバースパークか、初見。あ、初見じゃねえか、同じかな、変わってんのかな。とりあえず全部 S プラスまでは持ってこっかな、サブアカも。